はい、このまま右にスライドしてランジをしていきましょう。はい、このまま右にスライドして、はい、それで左に体を回します。左に体を回す。そう、ここの三角形が常に反対側を向いてあげるように。皆さんこんにちは、ゴルファボナビゲーターのチャキです。今回は自宅で簡単にできる飛距離アップトレーニングの捻転サムトレーニングの4つあるうちの3つ目と4つ目を紹介したいと思います。皆さんぜひ最後までご覧ください。今回も安久コーチにお願いしていきたいと思います。今回の捻転サムトレーニングって2種目何ですか？はい、まずボディリバースサイドランジという種目と、はい、ボトムハーフスクワットツイスト、この2種目です。ボディリバースランジスクワット、あ、なんかちょっと混ざってますけど簡単に言うと横の動きと、はい、まあ、しゃがむような動きの2種類なんですけど、はい、これも捻転差に特化した形で、はい、各種目、構成はしてます。はい、ありがとうございます。捻転差に特化しているので皆さん最後までご覧くださいね。はい、ボディリバースサイドランジってどういったことをするんですか？はい、まず、簡単にご説明をすると、はい、サイドランジという種目、はい、まあ今この場でパッとやりますと、こう横に体重移動するトレーニング、横に体重移動するトレーニングがサイドランジっていうんですね。はい、っていう種目があります。はい、まあ、例えばバーベルを背負ったりとか、はい、ダンベルを持ったりとかして、はい、左右にこう、左右にスクワットみたいな。そうですね。で、お尻であったり、まあ、太ももの筋肉、内股とかもそうです。下半身を、主にトレーニングする種目なんですけど、はい、体を逆方向に向けながらサイドランジ、ちょっと難しい種目になります。はあ、難しい種目。はい。運動神経の悪い私にもできますか？できます。大丈夫です。ありがとうございます。はい。で、今回テーマが捻転差なので、はい、例えばこのサイドランジをそのまま持ってくると、これって捻転差ほぼないですよね。何も別にひねられてないですよね。はい。で、右に行くときに体が左に行ったらどうなりますか？はい、あ、ねじれてます。ねじれてます。はい。で戻します。今度左に行くときに右に体をねじるとかあります。ねじれてます。ねじれてます。はい、戻します。そう、ボディーリバースってそういうこと。あ、ボディーリバースサイドランジ、上半身、そうです、アップボディ、上半身を逆方向に向けながらランジをしていきましょう。これって何回ぐらいやった方がいいですか？はい、これはそんなに、ハードじゃないので、はい、まあ、もちろんハードな時は少なくしてもらって結構なんですけども、はい、右10回、左10回の合計20回ぐらいを2セットから3セットぐらい行いたいですね。あ、分かりました。膝を痛めてる人とかもやっても大丈夫ですか？はい、で、これも同じなんですけど、はい、痛みが強い場合はやめるようにしてください。はい、はい、で、ポイントは自分のつま先を少し外側に向けてあげて、自分のつま先を外側に向ける、はい、そうですね、はい、このつま先を向いている方向に膝を曲げていくようにしてください。向いている方向に膝を曲げる、はい、これが内側に行ったり外に行ったりすると、はい、膝の関節に負担がかかりやすいので、はい、つま先を向いている方向にしっかり曲げる。はい、わかりました。はい、それではやっていきましょう。はい、じゃあまず肩幅の2倍ぐらい、開いて、肩幅の2倍ぐらい、はい、これが肩幅なので、そうですね、2倍ぐらい、2倍。さらにもう1倍いきましょうか。もっとですか？はい、はい、もうちょっといけそうです。だいぶ開きます、はい、で、つま先を外側に開いてください。つま先を外側に、はい、だいたい45度ぐらい開いて、そうです、ね、外側に足を向ける形ぐらいですか、ね、はい、で、はい、前習いをしてあげて、前習い、はい、で、指を合わせて、手を合わせる、はい、はい、この状態、この三角形がなるべく崩れないようにトレーニングしていくことがポイントです。はい、このまま右にスライドしてランジをしていきましょう。はい、このまま右にスライドして、はい、それで左に体を回します。左に体を回す。そうそうそう。そう、ここの三角形が常に反対側を向いてあげるようにで戻します。はい、戻します。はい、今度左に体重移動して、そうそうそう。はい、戻します。これ膝結構内側行きやすいですね。はい、そう、グッと開きます。内側にならないように。そう。はい、戻します。お尻をクリッとさせて、つま先に重心が乗りすぎないように作ります。はい、戻します。そう、しっかり捻転差作っていきます。そう。はい、戻します。結構きついです、これ。はい、続いて2種目目なんですが、はい、ボトムハーフスクワットツイスト。ボトムハーフスクワットツイスト。はい、ちょっと難しいですよね。はい、長いし。まあ、中間ぐらいで止めておく。
スクワットの中間。スクワットの中間。はい。でもまあクォーターこの辺でも大丈夫です。はい。はい。スクワット、まあスクワットなんとなくわかりますよね。しゃがんで立って。スクワットですね。はい。でその途中の位置の状態をキープしたまま、はい。まあ、これはまた手を前に閉じてあげて、片方の足を後ろの方向。片方の足を後ろの方向。ツイストしてあげる。で戻す。戻す。ツイスト。ツイスト。戻す。これを繰り返します。これも捻転さ。これも捻転さ。はい。あ、ここで。そうです。この時に体がこっちくっついていっちゃうと、これ捻転さなくなっちゃうので、まっすぐ前に向けた状態で後ろにした。後ろに。そうそうそう。こういう感じですね。はい、上手ですね。それではやっていきたいと思います。まずコーチどうしたらいいですか？はい。まずこれは腰幅、肩幅ぐらいで立ってあげましょう。肩幅。はい。この状態ですね、はい、でスクワットをするお尻をちょっとプリッと、お尻をプリッとしながらそのまま中ぐらいまで落としていきましょう。お尻をプリッとしながら中ぐらいまで落としていく、それぐらい、はい、この時に、はい、骨盤が前の方にあると膝に負担がかかってしまう行動ですね。こっちにあると負担がかかっちゃうので、はい、こっち側、こっち側をプリッとさせて、はい、これは基本の姿勢になります。はい、で前を向いて、前を向いて、はい、でまた手を揃えましょう、はい、この状態からまず最初左足を右足の後ろの方、はい、この辺まで持ってきます、はい、そうそうそう、そのままそのままで戻します。はい、はい、この右足を後ろ、右足を後ろ、そう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 、はい、戻します。はい、3、はい、左足後ろ、そうそうそう、はい、戻します。はい、これって、はい、何回くらいやれば、これも左右10回ぐらい、左右10回ぐらい、合計20ぐらい。これ結構あれですね、スクワットの深さによってはかなりきついです。きつくなっていきます。はい、で後ろ膝をなるべく伸ばしてあげましょう。なるべく伸ばす、遠くに持ってくる、遠くに持ってくる、あ、そう、はい、はい、そうきつそうですね。きついですね。はい、体まっすぐずっと前に、はい、はい、もうちょっとあと2回いきましょう。そうそうそう、あ、はい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 、OK です。すいません。はい、で、はい、きつい時は、はい、このスクワットを浅めにして捻転差だけを作る。あ、で慣れてきたら低い位置で行ってください。じゃあできない人は、私みたいにできない人はちょっと浅めで、はい、捻転差を意識しながら、はい、足を遠くに伸ばしていくっていうイメージを作ってやっていくといいってことですね。はい、そうですね、わかりました。常にこの上半身の手を合わせているところが、ポイントになって、はい、そこの位置がこうずれないように行うのがポイントですね。手の位置をずっとずれないように固定しておくっていうことですね。はい、わかりました。はい、今回は捻転さのトレーニングを2つ紹介いただきました。1つ目が何でしたっけ、バストアップツイストサイドレンジ、ボディリバースサイドレンジボディリバースサイドレンジランジ、はい、はい、あと僕ボトムハーフスクワットツイスト、ボトムアップハーフ、ボトムハーフ、ボトムハーフスクワットツイスト、スクワットツイスト、はい、ですかね。はい、はい、覚えますね。はい、次にはちゃんと言えるようにしておきます。はい、はい、ということなので皆さんもぜひやってみてください。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。ではまたねー。